皆さんこんにちは。今回は単語の言葉遊びです。四角に文字を入れて、このように赤い枠、緑の枠で完成する2つの単語を作ってください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はラでした。赤い枠はコアラ、緑の枠はラッパとなりました。このようにマスの中に共通する文字を入れて単語を完成させてください。答えが複数見つかった場合はぜひコメントにて教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は木でした。ほうき、きつねとなりましたね。次から難易度が上がりますよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はほとんでした。大根、昆布となりました。さあマスが2つになりましたが、正解できましたか？4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はどときでした。分度器、度胸となりましたね。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は火と伸ばし棒でした。コーヒー、ヒーローとなりましたね。2つの言葉を作るのは想像力や集中力を鍛える効果がありますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう？
終了です。答え合わせです。正解はなといでした。占い、内野手となりました。時間内に分かりましたか？7問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はイとンでした。デザイン、インテリアとなりました。もうすぐ春になると新しいお部屋で新生活を始める方もいらっしゃるのではないでしょうか。新しいお部屋のインテリアを考えるのはワクワクしますよね。8問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、ちと小さいやでした。麦茶、茶渋となりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、字と小さい湯でした。喜寿、樹液となりました。喜寿とは数え年で77歳のお祝いです。一般的に知られている中国がルーツの還暦や古希とは異なり、喜寿の起源は室町時代とも言われる日本発祥のお祝いなんだそうですよ。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、ビと伸ばし棒でした。ルビー、ビールとなりました。最後におまけ問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄でお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。